さて本日もあのミューテーションにプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。では行きましょうかね。一応前回ね、一応現在ね、そのリング結社の施設に乗り込んで弟を探してるんだけど、この施設でいろんな事実が分かっていくわけですけど、前回なんかね、よく分かんない、計画の一部始終を目撃させられ、で、アンのね、ライバルが出現して、まだね、ちょっとわけ分かんないんだけどね。一応、なんていうのかな、計画にアンも関わってるっぽいし、で、アンになんかちょっと出生の秘密がなんかあるっぽいんだよね。そこもちょっとまだ分かんないし、ちょっとね、これから分かっていくんじゃないかなと思うんですけど、ここはなんだ？謎が多すぎてやばいんだよね。ハッキングできるな。まずはちょっと、ハッキングなんかノックかかってるな。あ、できんのか。OK、よし。これが？このアイルド重工のデータに、消去に対する支援内容とかあるけど、なんだこれ。スクロールできないな。どうした？あれ？スクロールできないぞ。ちょっと待って。ファイル破損か。破壊。これがなんだ？こいつだじゃん。避難所見つけた。面倒。お盆前絶対。撤退してんのか。行け。必ずオーシックスに渡す。オーシックス、一応オーシックスがアンなんだけどね。これは地下行動の件だが、お前の仕業なのか、一体何をするつもりなんだ。何を言ってるのかわからんな、ケイ。アブサロムを向かわせた理由は何だ。そう、アブサロムか。名前覚えてなかった。あいつのことか。ただの定期メンテナンスだよ。どうした？気になるのか？いくつか分かったことがある。お前が奴を差し向けた目的地。聞かせてくれ。結社が随分前に解放した実験体も同じ場所に向かった。これは偶然なのか。ほう、両者に何の関係があるんだ。とぼけるな、シー。これは全てお前の差し金だろう。あ、こいつ一緒に船乗ってたね。あの人だね。なんかそれぞれなんかアルファベット一文字で呼ばれている方々はそれぞれの思惑があるのかな。そこも分かんないよね。K に関しては全く分からんし、急に R に接触してきたり、で C に関しては暴走中だし、もうわけわかんないよね。ほんと。上下連動してるな。あれ下が。あ、ちょっと待って、頭こなしだ。ここで、下から行けばいいのかな？違うな。ちょっと待って、何か全部。これが、ここか。上下。あれ、一番上だけでも、上はここと連動してんのか。あれ、で、ここ、下と連動してて、ここと連動してる。ちょっとここはここと連動してるからこうだ。で、やべえ、これ難しい。上がここで、こことここで合わせないといけない。で、こことここで、で、ここで3つ、あれ、ここじゃないか。下を合わせにどうするんだ。これはこうで、違う、あれ、ちょっと、あれ、さっきあったのにな、どうやったっけ。ここで、ここが、あ、オッケーオッケー。あ、待って、もう手遅れ。
と、おお、あれ、やべ、混乱してた完全に。上を動かすにはどうすんだこれ。上を動かすにはさ、上だけで、やべやべ、合いました。もうね、意外とすぐあった。ほい、ちょっとカットしたけどね意外とすぐ合いましたね。で、ここで、これ全部私たちが行った場所。一体誰、私を監視しているのは。ライエン、どういう状況なんだ。ライエンがどうも捕まってるっぽいけど、かな。ん？いや、ルートないの、こっちね。ここら辺コンピューター使えたりする。あ、確認する。プロジェクト記録、ヒトノス被験者、ヒトノスかかってんのか。やっぱりそうだよね。でも上位権限ないと他のエリア行けなかったしな。どうなんだこれ。ここでもしかして開いたボタンかな。あ、開いてる、開いてるな普通に。ん、こっち行けんのか。ここがなんだ、なんかある。エレベーターか。あ、ここ、あれ、こっから来たっけ。マップがまた分かんなくなってきた。上に行ける、下に行ける。とりあえず、こっちゃ、乗ってみよう、ここ。おいよ、下に行けるね。ライエンが捕まったけど、どういった状況？ライエンの目的もわかんないし、ライエンも預言者っていう謎のね、支援者に、支援してもらって動いてんだけど、そこもわかんないしね。こっちか。戦闘ある？来たね。ん？あ、瞬間だったのお前ら。実体がね、消えないかな。下になんかあったけど消えないね。全然この陰謀の実体が見えてこないわ。あ、嘘、当たっちゃった。もダメっぽいね。映像が見えてこないんだけど、ここだ。 OK、 自己式ゲニエンだっけ、なんだっけ、なんか名前が難しいけど。おっと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 、 OK、
ケー、こいつらか。あ、違う、間違った。動くんでしたね。下が動く。あ、できた。え、次どこが動く？次動くのが分かんない。見えとこない。上か。ってことはここでいいか。え、あー、そっちは動く。はい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 。このパターンでまたね。上がまた動くっぽいね。オッケー。多分ここで、え、こっちダメか。ここか。あ、待って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 。こう動いて、で次とあっち側が動いてるのか。あ、ちょっとね。掴みにくいんだよな。下が動く。ほい。で、ここだから、ここでね、ここだね、ここ。オッケー。で、ここでいいよね、ここでいいよね。で、あった、ここだ。動く。で、ここ上下どっち？下。上だな。ここだ。オッケー。で。次はそこか。あー、もうちょっと最悪。ジャンプミスは嫌だ。ジャンプミス嫌だ。もうで、ここだね。よし。では、クッション。
OK。 この場所どこかで見たような。え、どっかで見たような。確認する。え、なんじゃ、なんか壁の文字もやばいんだけど。これ、これってさっき私たちを追いかけてきた赤い怪物よね。離れた方が良さそうね。なんだこれ。仮面女、私にここに来て欲しかったの。真相を私に知らせるために。どういうことだ真相。これ何、これサイバーパンクのゲームかと思ったけど、全然オカルトチックだよ完全に。もう何これ。状態半径80キロ以内に乱れ、人間接触できないため、弊社の記録チームのメンバーがこのこいつの半径5メートル以内に入ると精神的な異常が起こった。正体一応分かったんだね。触れたらもう精神的にやばくなっちゃうっぽい。けどなんだここは。またなんかボス戦臭いけど、あの十字架って何。なんだなんだ、本当になんだこれ。またあの、またお前か。こいつピンピン移動するだけだからね本当に。この時間何？ほら。OK。前へ。OK、よし。OK。武器の威力が上がったの結構でかいね。がっつりいけるわ。これ何なんだ、ここの季節は一体。全く分からん。あ、なんかある。回復アイテム大量に買っといたから、ほんとよかったわ。こっちもいける？なんだこれは。コード 514261L。光合成ができる哺乳類動物。胴体は人類と差し支えなく差がなく、頭部の頭が稲、待ってこれトウモロコシ、待って、え、トウモロコシ同じ、これさ、あれ、あのトウモロコシ屋さんだよねこれね。飲み物を提供された職員のうち 89% も及ぶ人間が異常な快楽状態となり、やばくないこれ。ただ結社に脅威があるだけだ。あいつらだよね、あのあいつらだよね、トウモロコシチューズだよこれね。あれ中毒性やばいの。一応一回も飲んでないね。どうなんだ。旧型計算機械。ここで古代遺跡で見つかった。なんだ。
人類の言語ロジック保証。何のことか分かんないな、これは。変なことになってる。なんだ、どうなってんだ。あ、はい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 、これね。乗る。シード値は削れますな。属性よりかもシードをちょっとね、クリティカル率かってことは10にちょっとつけますかな。制御機ここじゃないよね。制御機多分こっち側だよ、多分。おだね。オッケー、よし。待って、待って。またなんか来るんじゃない、これ。下に行けるな。なんかやばいよ、ワームがいっぱいいるんだけど、なんで怖いよ、ちょっと。謎のワームが大量発生してますけど、何なのこいつは。こいつの意図も分かんないよね。弟はどこ。弟無事、俺の助けあれば必ず見つかる。あっちシステムつなぐ。傾斜の権限は中央エリア目指せ。重要人物待て。信じられるのかしら。ゲゲゲ
最初から上のとこをさ解放しておいてもよくないか。まあ、あのお猿さんはどうも協力してくれるけど、何の目的があって協力するのかも分かんないしね。そこは全然分かんないな。意図が分かんないね、マジで。執行人計画の器って言われたけど、そこについても全然分かんないな。これか。待って、選択、待って、えライアンの救出、今、ちょっと待って、え、ライアンを救うこともできたの、え、待って、どういうこと、なんかルートがあったわけじゃないよね。よし、行こう。いやなんか敵の意図が読めないな。誰だ、でもなんか思うことあって多分手をかしてんだろうね。障害の動きなのか分かんないね。まずい。一応ね、スーパーハッカーだからね。スーパーハッカーなんだから方法なんていくらでもある。大丈夫か。お、なんかある。で、ここはなんだ。ロックされてる。あれ、上に行くんじゃなかった。のかね、あそこの、ここは今行けないっぽいな。いるね。瞬間移動力羨ましいな。わかんないな。どんどん話の内容が難しくなっていくね。サイバーパンク的な感じのノリからさ、ちょっとオカルトチックになってきたよね。計画の主体物はお前が裏で糸を引いてたんだろう。
トカゲとガキか。何を言ってるんだ。何者かが意図的に解き放ったんだ。多大な犠牲を払ってやっと回収したんだぞ。ほう、この件は重大だ。ケイ、施設の主管として責任は免れない。何を言うし、お前がやったんだろう。ケイ、証拠はあるのか。どうなんだ。証拠はすでに評議会に提出した。審判を受ける日を待っているんだな。嘘は良くないな、ケイ。Kと C の言い出すだね。どうもやっぱなんか企みがあるっぽいけどね。そこも分かんないんだよな。ほら、めっちゃワームが湧いてる。しかもまさかの雪猿じゃなくてロボットかいっていうね。あ、やばい。あ、めっちゃ来るな。2体目は効いてない。ロボット危ね。いいよ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 。お前もか。お前もかよ。死んだか。スーパーアーマーでね。うら、無人か。うら、くすった抜きようがないな、あのせいで。後ろのこの雪猿たちを襲ってくると思ったらまさかのロボットっていうね。ロックか。とりあえずフライン。あ、アブサロムの監視記録、精神状態指数とかあるよ。精神的に良くないのかな。怒り指数がやばいみたいな。よいしょ。これが上に行けるっぽいな。ここはどこだ。こっち側は、現在地ここか。これここ一回来たよね。だよね。あー、ここが、あー、ここにつながって、で、ここに戻っていくわけね。はい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 。よし。そしてここに戻ってくるわけか。内側が開くんだね。どこだっけ。もうちょい先か。
ここかな。ここが開くパターンだね。オッケーオッケー。よし。ってなわけで本日はここまで。一応ね、まあ、少しずつこう、結社の、こう、なんていうのかな、企みに近づいてはいるけど、まだ全体像が全くもって見えてきませんね。まあ、でも、そろそろね、まあ、分かってくるんじゃないかなと思うけどね。どうだろうね。てなわけでね、本日もお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、また次回もぜひぜひ見に来てください。うん、ではでは、お疲れ様でした。